きっと、老敗北にますます盛り上がる読者の反応集。老敗北にか、敗北出る日たちの話いらねえなこれ。エースが黒ひげと戦い始めたところ思い出すわ、あのワクワク感よ。ガープ勝ってるやろ、青生地ボコボコにされとるやん。なお、そんなんより呪術の方が熱いわ。呪術は味方に最強がおるから全然熱くない、どうせ勝つんだろって感じ。きっと敗北老敗北ガープ敗北コレルフィが主人公補正で無双するしかないじゃん。九山と黒ひげたちの飲み会めっちゃ楽しそうやな。それぞれ誰に負けたんや？むしろきっとトローはどうやってマムに勝ったんだってレベルだろ。きっとトロー、30億上がった瞬間に予定調和でやられんのなんかひどくね。インフレ加速はもうお約束やね。ベポでかすぎる。青生地が切れたし黒ひげがガチビビリしてて笑う。やっぱタシギがいるってことはスモーカーも後から来るんじゃないのかね。バスコあたりに仲良くされそうになったところガープ以外の他の面々もまとめて救出。黙々って何人も捕まえて脱出するのに便利そうだし。しかし黒ひげには超強い描写ないよな。やはりパワーアップイベントか正体あるのか。ドラゴン元海兵で世界政府所有のロードボーネグリフ盗んで逃走したとかな気がする。だから世界最悪の犯罪者。身元不明の謎の人物みたいな感じだったし元海兵はないやろ。ガープの息子ってのもずっと伏せられてたからどうだろ。だから元海兵はないだろ。元海兵のモンキー D ドラゴンは英雄ガープの息子として有名だったとしても革命軍のボスとしては素性を隠してたから息子ドラゴン革命軍のボスに繋がらなかったのでは。革命軍のボスは素性の知れない男設定だったんだからヒデオの息子だとは知られていなかった可能性。元海兵にドラゴンってやつがいました。ボーネグリフ盗みました。海兵やめました。革命軍なる組織ができてトップの名前がドラゴンです。世界政府海軍ドラゴンってあのドラゴンだったのか。アホやん。赤犬はドラゴンのことドラゴン呼びで同い年。ゲンマナ弟子のコビーはマゴルフと友達であり良きライバルであり同期。元マナ弟子のクザンと息子ドラゴンは友達であり良きライバルであり同期。説あると思います。これ当たったらチキンタツタおごってくれ。ガープ優勢のところに同じく政府に疑問を持つスモヤンがクザンと結託して黒ひげ入り黒煙のスモーカーとして蘇る。こやガープ死ぬ展開だな。黒ひげに無敵地味た強さ入らん泥臭くいてほしい。クザンはなんでパンクハザードにチャリできたんだろうな。タヌキの飛躍は巨大数論化でオケ。30億組消えるの早すぎわろた。黒ひげの仲間ほぼ無傷か。黒ひげ海賊団って一貫して最強枠じゃない扱いだな。船長も幹部もそこまで圧倒的に強い扱いされてない。ガープはロジャーと何度も殺し合いをする。ルフィは現4校これでドラゴンが4校レベルじゃなかったら立場がないな。黒ひげはなんか悪として書きたいのかライバルとして書きたいのかよくわからんな。お前に心臓を抜かれたとかもわざわざ言わせてるのも悪役ってより単純に海賊同士の抗争って感じあるし。イム様にはルフィ同様的認定されてたから共闘路線もあると思ってる。実在したエドワード・ティーチも女子供に優しい奴だったようだし完全悪にはする気ないやろ。ローは麦わらと西郷言うか。ルフィも嫌な顔はしないし。サニー号に合流するのか。それともキッドとポセイドンやプルトンの船長になるのか。ヒバリ凍ったか。ローとベポは生き残ったか。貴重な潜水艇が。黒ひげケルベロス説もな。ケルベロスってそんな強いのかって感じ。ローはドレイク・ホーキンスと合流してきたの海同盟。ハートの2代目船もまた潜水艇じゃないとやだな。黒ひげは仲間殺しがあるからな。これがなければ割と仲間かもいけると思うがこのラインは満場一致悪党。実在した黒ひげエドワード・ティーチって別名エドワード・サッチなんよな。サンファンウルフ可愛くね。謎の愛嬌がある。ポーラータンク号大活躍やったな。安らかに眠れ。仲間かはなくてもクロコダイルみたいに共闘はあるかもな。今更大ボス面されてもカイドウイカだろってなるし。ベポめっちゃけなげだな。可愛いし報われてくれ。薬ゴールベポかわいそかわいい。数個前息切れするだけ凍結を破るドフラミンゴめちゃくちゃ強かったんだな。ノーダメで余裕で破るガープは強すぎる。あの時は技も使ってないしポケットに手突っ込んだままだしで牽制程度にも見えるんやけどな。ハートのクルーは皆泳げるのかな。なら全滅はなさそう。ウルフは人々のみモテる巨人食った巨大戦艦説外れたぜ。せめて船要素はあるべきだよな。青生地普通に遠視点の買い乗りよすぎだろ。黒ひげにも良いとこはあるみたいな書き方してるしもう本気で殺し合うことはなさそうだな。 VS 世界政府で共闘するんだろう。もうこれ麦わら一味いらないだろ。あいつら出てこない方がおもろいわ。日の傷はローの上たちに関わる新キャラ。日の傷の男はフィッシャータイガーで確定説黒船と書かれるあたり既存キャラの船で実際に黒船の所持者。日の傷である奴隷の太陽のマークが胸のど真ん中にアリ渦を作れる能力者はミスリードで魚人の能力。政府の人間なのはベガパンクの科学で生かされているため。キッド海賊団キッド瞬殺部下は命乞いしてナレーションに壊滅。ロー海賊団ロー前線部下はローを助けて逃亡しナレーションに敗北。さすがにかわいそう。
テカローはあんなクビ部族にメキメキと近づいてたのに負けてボロルとまた顔立ち幼くなるね。煽り構図だから輪郭丸く見えるだけかもだけど。黒ひげって目的と関係ない相手には割としたたかだよな。目的に関係ある相手には容赦ないけど。政府側ならマリージュアに麦わら帽子みたいに保管させとけばいいから、わざわざ船に乗せて漂わせてる必要ないし、政府からパクったやつが濃厚じゃね。火の傷の男、これ政府に捕まったロックスだろ。黒ひげ海賊団のレベル6は石になったり凍ったりかませかが続いてるけど、死流だけかませ扱いは一切ないな。今回も死流は凍らされてないし。黒ひげが来てガープピンチスモーカー登場ってパターンないかな。そろそろスモーカーの株上げてくれ。10年間ずっと寝たキャラだぞ。煙幕耐えて逃げるのか。黒ひげってゾウにポーネグリフあるの知らないんだな。カイドウ、ビッグマム、ゾウ、ヒノキズだよな。シャンクスキッドはゾウの写し持ってないよな。ロジャーはゾウ着てたけど、ロウがまるまる渡してたから持ってるんじゃね。それカイドウのはルフィローキッドの手柄だからってだけで、マムやゾウのは関係ないだろう。恩を感じて渡したんじゃないの。ロウだってマムの分は溺れだろうし。ロウが弱いせいでミンク族が守り続けたゾウのポーネグリフ奪われちゃう。カイドウのポーネグリフ無断でキッドに渡してシャンクスに奪われるし、余計なことばかりしてる。まさに無能な働き者。ガープがウルフバスコボコったの嘘か。おでんポーネグリフ読めます。火の傷あります。実は生きてます。あなたは死なないでしょ。俺は生きねばならない。黒ひげ海賊団の幹部たち思ったよりいい奴らっぽくて笑った。レベル6組はかませ扱い続きすぎなの見ると、ジャックみたいに雑な退場しそうだなとしか。黒ひげとクザンいる。黒ひげ海賊団が一番強くね。シャンクス一人でどっちも倒せそう。今回おもろすぎて草。ローはオーガーやバージェスすら倒せなかったのかよ。は情報量多いし普通に神回だよな。安心して寝れるわ。おやすみ。本筋のルフターとよりはるかに面白いのがな。デカストロンがあいつの間にか足くっつけたのか草。よかったな。なんでやられてる。ロー全部オカマみたいなん。女体化引きずっとるやん。いつぞやの空島のおねえみたいなゾロ思い出した。タンクトップが良くないのかな。黒ひげんとこのナンバーにはクザンでいいのか。これそれによってフィギュアのレイアウト変わるわ。火の傷はドラゴンの別形態だろう。渦巻きもドラゴンの能力っぽい。一方のルフィはセラフィムと戦ってるの本当クソすぎるだろ。忘れられてるカリブーのあの人もそろそろ。利害の一致程度で加わったのに10番船長で良いのか。黒ひげを盛り立てて海賊王にしないとだぞ。ガープがウォーターセブンでバラした時、海兵がドラゴンのフルネームなんて初めて聞いたって驚いてたから有名ではないんちゃう。にしても青キジって相当強えんだな。リーチ以外全員瞬殺か。4人後にさえ破られたからあんまり強くないのかと思ったらちゃんと強かった。覇気が弱くて氷漬け破れない奴は全員瞬殺できるのは強い。玉竜の描写から4校大将最高幹部ってなんとなくわかる。九三大将は未なんな。4校大幹部以上やろし。ドフラミンゴも芯まで凍ってないのに軽い氷破って生き上がってたから、あのままやり合ってたら普通に青キジ圧勝だろ。ティーチ以外ではないよ。ティーチの言葉に部下が船長正気かよって驚いてるから、レベル6の何名かは氷漬けになってる。黒ひげの書の大幹部枠は青キジ、死流、ラフィットかな。ベポだっけ。進化形態かっこいいじゃん。出し着おったんか。ベポいいやつだな。一人で幹部全員倒す青キジ相手に余裕のガープやりすぎ、バランスおかしいわ。大将青キジは4校大幹部以上、4校以下だろうし、ロックス倒して海賊王と何十回と殺し合いして。決着つかずのガープはもち4校同等またはそれ以上レベルだろう。置いた分マイナスで現在結構くらいじゃね。あれで青キジ終わるわけねえし。下手だよねガープ。こんな強くしても何も盛り上がらんのに。ドフラミンゴって七部会だからな。あいつも黒ひげのレベル6よりだいぶ強い扱いなんだろ。氷一切効いてないな。ドフラ程度で防げるなら当然か。赤犬なら海底落下で即死だろうけど、グザンに海は効かねえから落下させたところでだな。スモヤンはお留守番か。たしぎだけ来た理由もわからんわ。なんか縁あったっけ。とりあえずコビーに刀の授業してた。あとは PH の子供たちの世話でたまたま近くにいたから。ベポの数論とか一コマ出すだけでいろんな商品展開できるんだからすごいよな。エグヘの次の描写は大事件からでいいぞ。お前らチョッパーに謝れよ。こいつのおかげでローが生きてたようなもんだぞ。大将の中にも核があるじゃね。赤犬青キジコウサルフジトラ緑みたいに。火の傷の男フィッシャータイガーだったら激アツ戦闘シーン全くなかったし、ジンベイ従える強さだったからな。最悪の世代の最後の砦でウルージ総上の活躍まだか。ベポが泣いてるせいでこっちまで泣いちゃったレディーレイ報われてほしいね。チョッパーより有能そうだからチョッパーと骨下ろしてポトロを入れるか。マジで交換してほしい。グザンはスパイ連呼民今どんな気持ちだ。利害の一致で普通に黒ひげ一味入りしてんじゃねえかというか、こいつらの宴会楽しそうなの笑うわ。四校普通に氷結破れる。七部会行きはキラスが氷結を破れる。四校幹部氷結破れない。これが格の差。
黒ひげの目的が思ったよりまとも説。青生地の氷は見分色で検知して先に武装色貼れるなら防げる感じかな。黒ひげ幹部は見分色弱そうだし。ラフィットはエース戦でもマゼラン戦でも強い扱いされてないんだけどな。なぜか強いと言われることあるが。いやミホークならシャンクス同様余裕だろう。4校にもバギーみたいな弱いのいるし、対象にも緑竜みたいな弱いのいるから。スベラギ七部会よりキャラ個人で語るべき。むしろ緑竜ってめちゃくちゃ活躍してる部類だろ。フジトラのがひどい。闇医者チョッパー、黒ひげ海賊団の部下で集大見せてないの。私有とラフィットくらいじゃない。オーガーもおるやん。青生地に喧嘩売ろうとして睨まれる。今回のラフィットはマイナスポイント。黒ひげは不老不死なんてそんなめんどくせえことするかとかいうタイプだと思ってたから意外。ラフィットは単独で海軍本部乗り込んでるやべえやつ。普通に青生地は黒ひげより強いんだな。戦意多分老の方が上骨は可愛い。クマ戦闘もできるから OK。私有は戦国に吹っ飛ばされて血を吐いたくらいかな。だからノースの闇のボスって言ってんだろバカか。お前らローの表情がヒントだよ。チョッパーはシーザーと関わったせいで闇の力に手を出し始めてしまった。ラフィットは前職おまわりさんがすごい弱そう。でも単独マリージュは侵入して七部海ミホーク含むや戦国オツルらに超接近するまでできるところはすごい。一応オツルには知られてたな。チョッパーって完全に薬学者だよな。医者としての技能も十分あるんだろうけど現代なら確実に医者にはなってない。だからもし現代でどんな職業についていたらの質問で医者ではなく小学校の先生なのも納得。幹部たちが協力してガープ倒すところみたいよ。ガープ盛りすぎてレイリーはギャバンはとなりそうだよな。コーサル止めるのやっとやっとは年齢からして普通なのにガープは若いままなんかと小田に言いたいわ。ロジャーと全盛期一緒くらいだとしてもロジャーのライバルだった白ひげすら衰えてたよね。矛盾どうするんだ。おいも個人差があるだろ。現実でも70や80でまだまだ元気な人もいれば自力で生活もできないくらい老いてる人もいる。この漫画のナンバーワン船長などとナンバーツーの力の差えぐいやん。そう考えるとロジャーとレイリーの差もそのロジャーと互角のガープとレイリーが現在大きな差があっても当然じゃね。あとレイリーのあれは引退してて20年ぶりの戦闘。黒ひげの好感度上がったわ。ガープの迷うものは弱い。これ見分色発揮できないから理にかなってる。地味にあっさりコビー奪還できたな。人質にされるとかあると思った。青生地は空白の100年暴ければそれで OK 感あるな。保安官と監守何か黒ひげに組めないキャラなんだよな。変に人間臭いしラスボスは M で共闘しそうだわ。レイジュがいなかったらルフィ死んでワンピース完結してたからな。解毒方法わからなくて泣きながら魚うめうめ食ってたフンタヌキ。ずっと非常食だよあいつの役職は。あれ巨人族でも即死レベルの毒じゃなかったか。解毒なんて無理じゃね。じゃ何でも治せる万能薬になる。でも無理なものは無理に夢変更だな。2年後は白ひげの株の下がり方やべえからな。残党たちの死体蹴りもやべえし、なんか恨みでもあんのかってレベル。凍ったひばりが人質にされるやろな。緑竜は普通に強い描写ある方だな。隕石も重力もインフレ前のルフィ、ロー、ゾロに対処されてるフジトラが弱すぎる。そもそもフジトラは本気で戦闘したことないでしょ。リーチの器でけえなゴム猿よりよっぽど魅力あるじゃんこいつ。今となっては白ひげは大将2人くらい沈めるくらいにしてよかったな。後出しだからしゃあないにしてもちょっとね。そういうのいらんじじい世代だけ強くてもつまんねえわ。凍結って外側から強者の覇気でどうにかできないんかな。歴史知りたい老徳山家タイプ的にもいろいろ合いそうだが今相対してないのも気になる。今後手を組むなりなんなりありそう。これで今シャンクする黒ひげのロードポーネグリフの数並んだ。きっとローノは全部奪われた前提で。A和の国 B ホールケーキアイランド C ゾー BC のキス麦 ABC 赤 AB 黒 AC こんな感じ。まだルフィノがリードしてんのか。黒ひげってプリン拉致時にマムの奪ってねえんかな。マムが持ってることは分かってるみたいだからクザンたちが手に入れたかもしれないね。マムの分かってローも持ってるんやっけ。ゾウノは仲良く分け合ったけどマムノは麦わらだけの手柄だから分けてないはず。同じ理由できっともゾウノは持ってない。クザンは侵入してるとかじゃなく普通に黒ひげの仲間か。不老手術っていうから追えないだけかと思ったら節もついてるのかよ。 M 様不老手術受けてたらどうすんだ。自分もそこにびっくりしたわ。不老節ついてるのかと。これで M 様不老手術した可能性増えたように感じる。クザンはノミニケーション通用するタイプだな。青生地ソード説はこの描写で薄れたと思って良さそうやな。あくまで自分の正義によって動いてると。最後の一個はシンプルに革命軍かな。線も真っ黒だし大塚明夫さんが健在なうちに黒ひげの活躍もっと増やしてほしい。もう主人公で良いよ。革命軍にワンピースは必要ないからな。持ってたとしたらまたこれも歴史のためか。
クザンもサウロを人質に取られてる説出てきたな。黒い船が革命軍なら簡単に連想されてると思うけどね、あんな都市伝説扱いじゃなくて。しかしこの流れだとルフたちも敗北する流れなんだろうか。海軍の勢力の大きさ的に一番きついルートだからありえなくもないかもしれんが、まあローも負けたとはいえ逃げてリベンジはできそうだから一応安心したわ。むしろ四皇の株上げるところじゃないの、ルフィはローキッドじゃなくて四皇側だし。もちろん一歩リードしてる側だからその展開もありそうだけどね、先の展開が全然読めないわ。てかルフィサイドの話に戻るのはいつになるのやら。きっとシャンクスに敗北、ロー黒ひげに敗北ってきてるからワンチャンあるな、サターンにしばかれるのか。黒い船で船を渦で飲み込むドラゴン説も捨てがたいけど、デイビー・ジョーンズかもな、ブラックパール号や。火の傷の男の赤石って魚人島のだよな、政府側の可能性は低そう。シャンクスといいガープといい非能力者の方が強くねえか。非能力者の方が強いのではなく、新世界終盤に生き残っている非能力者だから死いないとおかしい。酒飲んでるシーンでオーガーだけ見当たらない。いるよ、赤犬との戦い語ってる場面で後ろ姿のオーガー。どうせ顔に火って書いてある新キャラだろ。因縁の相手の娘なん宝くだくくらいやってほしいわ。負けたからって娘殺すのはダサすぎてくさ。しかし298センチの男が普通に座って酒飲めるカウンターってその店一般人はどうしてるんやろな。ルフィは逆に芝生側なんじゃねえの。ロジャーが心当たりがあると言っていたから政府の人間ではないんだろう。レディレイ妃の傷は、ロジャーが集めていた頃は魚人島にあった心当たりがあったのはこの魚人島のロードポーネグリフ。新世界にチビはいねえ。世界最悪の犯罪者のドラゴンが火の傷男なら普通にドラゴンの名で広まるやろ。ポーネグリフを知ってるような奴がドラゴンを知らないとは思えない。火の傷の男がドラゴンだと知っていればそうだろうが、火の傷の男がドラゴンだと誰もわからない状況ならドラゴンだとは広がらないだろ。黒い船の男は渦で沈めるみたいだから火の傷の男に絡んだら海に沈めたりして確実に消してるっぽいからね。そういう奴らを一匹残らず消してるから誰もわからないんだろ。きっととハートは扉へ行きかな。それはそれで楽しみだから、いや、ちっちゃなバギーの大冒険まとな。まあ海軍ってクソだもんな、しゃあない。ベポトローだけは今後どっかに合流したり助けられたりするの見え見え。不老手術について改めて触れたからローが死ぬのは確定なんだよな。意味がわからん。黒ひげは3つ揃えてる可能性あるとしてもシャンクスの増幅分どうすんだろうな。自力ゲットかルフか黒ひげにぶつけるか。あーマジで黒ひげ海賊団が愛くるしい。